はいどうも、加賀屋です。今回紹介する商品ではないんですけど、またまたプレミアムバンダが面白いのを出してきました。 SH フィギュアーツのドラゴンボールなんですけど、これですね、メタルクーラー。今サイヤ人編が来て、ナメック星編が終わって、今人造人間編がありながらも劇場版のフィギュアーツも展開している状態なんで、ターレスが出たのか、ターレスが、クーラーが出て、クーラーの変身形態が出て、ターレスが出て、でクーラー出たから通常版のクーラーもどっかで出してくれるのかなと思ったら、まさかの意表をついてメタルクーラーを出してくるっていう、めちゃくちゃかっこいいぞこれ。全身が、これなんだ、ダイキャスト系じゃないよね。メッキ加工だよね。尻尾もちゃんとついてて、走り込んでくるやつね。これ劇場版で。でもこれが出るんだら、カラー変更して通常版のクーラーも一般販売とかで出そうですけどね。そうするとクーラー機構戦隊もう一般販売か限定版で出してくれると、おー揃ってる。これはつわものが現れるんじゃないのかな。すごいね、何体も買うような人が。さすがに金額が高いな。1万2000円か。ネクスエッジの龍神丸と一緒だな。ちょっと高い。予約受付終了が6月4日で、12月に発送で、ちょっと見てみましょう。俺はこうして蘇ったビッグゲテスターの高度な科学力によって一層パワーアップしてな。メタルクーラー、全身のメタルボディ部分にはメッキ加工を施し、劇中のイメージを再現。あ、やっぱメッキ加工だ。あんまりガシガシ遊ぶと剥げちゃうのかな。可動構造には SH フィギュアスーパーサイヤ人4孫悟空から導入している最新構造をさらにブラッシュアップし搭載。ああ、まだスーパーサイヤ人4持ってないけど、まだね、開けてないんだよね。腕を寄せたり蹴り上げたりなど、劇中イメージをより一層再現可能。交換用表情パーツは4種付属し、劇中の様々なシーンを再現可能。ニヤリ顔、歯を食いしばり、叫び顔だね。再生中の腕を再現する交換用デパーツ、指を曲げた交換用足パーツも付属。おお、この腕はすごい。よくこんなの入れようと思ったな。これだけのメタルクーラーを敵に回して戦える力がお前たちにはまだ残っているかな。すごい、これお一人様100個までご注文可能って誰が頼むんでしょうか。でもこれ確かHG、 僕もショート動画で結構上げてるんだけど、あのドラゴンボールの HG フィギュアでも確か結構前に、何年か前にメタルクーラー出てて、その時も確かお一人様100個まで可能って書いてあったよね。あれ100個買った人いたのかな。さすがにフィギュアって100個は厳しいんじゃないかな。金額的にもよほど金持ちの道楽じゃないと買えないと思うんだけど。ドラゴンボール Z、 激突100億パワーの戦士たちよりビッグゲテスターとの融合による蘇ったメタルクーラーが SH フィギュアーツに登場。こういった感じで本気と遊び心を持った感じで発売してくるのがプレミアムバンダイの面白いところでもあり、いいところでもあるんですね。全然悪いところじゃないんだけど、これは、いやでも1個かな買うのは。金額が。今日はそんな感じで単品の紹介なんだけど、メタルクーラー発売予約開始済みということで、予約してみてください。それでは僕の動画が良ければ評価コメント、これは別にあれか、人のふんどしで撮ってる動画なんで、別にいいねも押さなくても何でもいいです。それではさようなら。